松坂通り、自由、おは、決めてもらう、どちらが多い。さらに、何かを選択するときに、自由、と、決めてもらう、こと、どちらが多いか、を聞かれると、松坂は、難しいと悩んだあげく大枠は大体自分で決めるタイプかもしれないと回答。家を作る場合を考えると、ある程度の大枠は自分で決めたいものの、細かい部分、X。ドアノブ、 窓の素材、コンセントの配置は提案してもらった方が決めやすいとのこと。旅行の場合も同様に、場所、移動手段、日程等の大枠は自分で決めるが、到着後の細かいスケジュール等はその時々の気分で決めるようにしているようだ。松坂通り、家でのこだわりのルールは、前回の CM 出演時、家の一番のこだわりは、収納と回答していた松坂だが、今回2番目のこだわりは、 帰宅時に癒されるための開放感が重要だと回答窓の数窓の大きさは分かりやすいが他にも間取りとは関係ない部分で開放感を生むための工夫をしているとのこと例えばカーテンレールの位置を天井につけることにより窓が大きく見える扉を開けた時の家具の配置により開放感が増す等人間の視覚効果を活用し 値段を抑えつつできる範囲の工夫をして楽しんでいるようだ。最後に、家でのこだわりのルールについては、特に決めていないと話しつつ、自然と実践しているのは、お風呂はその日に洗う、こと。浴室使用後、一晩経つと菌が繁殖してしまうと見聞きし、最後に使用した人が洗う、流れが過程で出来上がっているという。松坂が一番最後に入浴し、 風呂掃除を担当することが多いと明かした。モデルプレス編集部。